はい、酒好き直りの飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、またビールでございますけども、はい。ですね、これはマイニアックですね。コガネブラック。これだいぶ昔にね、ほんとだいぶ昔ですよ。2、3年前。違う、2年前ぐらいか。かな。2、3年前ですね。にですね、ただコガネっていう、ビールというか、第3のビールなんですけど、を紹介したんですが、それのね、ブラック、バージョン。これはですね、まあ、多分新潟県内しか、ない、なんだ。コンビニの、なんつったっけな。多分新潟県しか売ってないんじゃないかと。いう感じなんですが、どこだっけあれ。サークル券に似たやつなんだよな。まあ、いいか。アルコール度数が 5%。原産国が、なぜかベトナムです。ドイツ産ファインホップ使用。なぜかベトナムなのにドイツ産を使っていると。はぁ、あ。あれなんだっけな、新潟県の俺ですら思い浮かばない。ほぼ使ってない。いや、家の割と近くにあるんですけど、なぜか ATM もないし、意味不明でしょ ?ATM ないんですよ。で、ATM ないし、あといわゆるほら、ロッピー端末みたいな。あれもない。もう何をしろと。いう、一体そこに行って何をするんだい君は。いうレベルなんですけど。あれなんだっけ、ガチで忘れたぞ。あ、でもすげえ、色が濃い。なんかこう、すげえ、泡が色が濃い。結構。値段100円ぐらいです。コガネ、ブラック、ググりましょうか。じゃあ乾杯。あ、78円だって、とかで売ってるらしいですよ。ベイシアグループで売られてるのか、これ。あ、これね、ちなみにね、330ml です。ちょっと待った。結構うまいんだけど。あら。結構うまいぞ。結構コクが78円で売られてるらしいです。スーパーで。ちょっと待って。コガネって、これの普通バージョンのやつね。3年連続モンドセレクション金賞受賞だって。ほんとかよ。恐ろしいな。この程度の、じゃね、100円とかでしょ?モンドセレクションって、確かモンドセレクションって金出せば買えるって聞いたけどな。あの、プレミアムモルツとかも。350ml が78円で、500ml が108円なんだけど。すごくね?
500ml で108円って破格すぎないか、これ。これ本当か、これ。すげえな。なんだ、カインズって。カインズ？どっかそういうスーパーがあるのかな？新潟県で聞いたことないですね。いわゆるプライベートブランドってやつですね。ああ。まあ、いわゆるほら、セブンイレブンのセブン&アイ商品とか、ああいう系列の部類です、これは。うん。カインズホーム。というところのスーパーがあるっぽいですね。ホームセンターのようなところがあるらしいです。聞いたことない。初めて聞いたわ、それ。カインズホームだって。あ、オンラインショップありますね。一個が、いくらこれ。一ケース24本入りで1850円。だそうです。カインズ。ああ、ホームセンターっぽいですね。聞いたことないけど。俺の近くにはないな。でも割と、まあ、割とまずくはないですね。うん。それなりにコクもあるし、若干の香りもあるし、この黒ビールならではのこの、あれもあるしね。香ばしさ。あ、これこれこれ、セーブオンだ。セーブオンで88円だって。これ88円だ、多分。そう、セーブオンっていうね、コンビニがあるんですよ。セーブオン。多分、新潟県しかないです。うん。うん。うん。でも、一口目はうまかったような気がしたんだけど、だんだんなんか、何口か飲んでくうちに、なんか大したことない気はしてきたけど、でもこれで88円、まあ、だったら全然、まあ、新潟県にですね、もう一つあった、俺が知ってるとこだと、セブン、あれじゃなくて、なんだ。ホームセンターではないんですが、まあ、いわゆるスーパーで、なんだっけ。ちょっと最近あれが激しくてですね。なんだ。あ、ベイシア、ベイシア。ベイシアっていうスーパーがありまして、まあ割と大きめの、ところがあって、まあいわゆる、しょっぽいイオンみたいなやつですね。別にそこまでしょぼくはないんですけど。ああ。そこの、多分そこに売ってるんじゃないかな。うん、ベイシア。これはまだ割と有名ではある。一応プライベートブランドで、ベイシアのやつがあるんでね。うん。あるんで。
モンドセレクションか。モンドセレクションってのがなんか、これ金で買えるって聞いたけどな。モンドセレクションってググります。1961年創業以来、モンドセレクションは消費生活製品を評価し、品質に応じ、銅、銀、金、および最高金賞。あれ？金の次に最高金賞なの？なんか怪しいけどな。あ、すげえ。モンドセレクションでググったら、モンドセレクション怪しいとか出てきた。うさんくさいとか、信憑性とか出てきたの。モンドセレクション信憑性でググってみましょう。怪しいですね。モンドセレクションってステマと変わらない消費者欺き賞か。怪しいですね。自社の商品の良し悪しは、第三者が決めるものではなく、消費者が決めるものです。まさにその通りだ。怪しすぎる。知らん人間が勝手になんか金賞とか言われても知らんわって思いません？ねえ。消費者じゃねえだろって、おめえらって。ですね、ここに、ネイバーまとめの、そうだったの？モンドセレクションの衝撃真実というのがあります。ちょっと見てみましょう。モンドセレクションは食のオリンピック、食のノーベル賞と例える方もいるそうですが、実態はだいぶ違います。お金を払って審査してもらう認証機関。食品メーカーがモンドセレクションの本部、過去ベルギーの民間団体に1製品につき1100ユーロ、過去約15万円をの審査料を支払って審査してもらうシステムになってます。審査は味覚、衛生、パッケージに記載されている成分などが正しいか、原材料などの項目。日本国内では、近年急激に知名度を上げてますが、国際的にはほとんど無名。ほう。同一ジャンルで、一製品というわけではなく、評価基準を満たせば複数の商品でも受賞することができるのだ。なるほど。選定基準が絶対評価のため、かなりの数の、金賞が毎年誕生しています。まあ、つまるところ、何個も金賞があるよ、みたいな。日本から出品した食品の8割が入賞している。はあ。すごい。80%の確率で、やれば通るみたいな。やれば受賞するみたいな。特別金賞は2006年以降、毎年50点以上の日本製品に与えられている。乱発されまくってるな。どういう細かい審査をしているかわからない。なんだよこれ。ゴミくずじゃねえか。それ示せよ。モンドセレクションを取ると売り上げが伸びる。売り上げが3.5倍になり、一時は生産が追いつかないほどになりました。過去、豆腐用で、商品の名前ですね。受賞した JCC。
すごい小らしいと評判になったのはサントリーがプレミアムモルツのテレビ CM などで3年連続モンドセレクション最高金賞受賞と大きく打ち出してからだ。まあ確かに。間違いないわ。間違いないわ。俺もだってモンドセレクションなんて聞いたのプレミアムモルツぐらいだもん。受賞マークがみんな違う。このモンドセレクション受賞マーク、最高金賞受賞商品をずらり並べてみると、マークが少しずつ異なる。ほうほうほう。受賞企業が各自にアレンジしているためだ。アレンジできるの？日本人はあれか。期間限定とか、モンドセレクションって言葉に弱いことですかね。大阪の水道水ってモンドセレクション禁止らしい。らしいですよ。俺、大阪に以前住んでましたけど、少なくとも、これは間違いない。新潟の水道水よくは確実にまずいです。ただし、東京よくはまずくないですけど。東京はもう飲めないですからね、ほとんど。モンドセレクション受賞イコール美味しいではない。はあ、まあ。まあでもまあ、どうすかね。まあでも、結局、あんまりそこまでこう、ね、っていうことでもないわけでしょ。うん。でもまあ、受賞してれば受賞してたなりの、まあ割と安心感はあるね。少なくとも。ただ、うまいかどうかは別として。結局、原材料とかこう、全部合ってればの話でしょ？合ってれば、いわゆる銅ぐらいは受賞できるわけだ。まずい、うまいは関係ないにしろね。となればもうぶっちゃけた話もう、ほとんど意味ないでしょ？だって、お前逆にそれ間違ってたらもう訴えるぞってレベルだからね。結局原材料が間違ってたりとか。ね？お前、そしたらお前、ちょっと、もう通報するレベルですけどね。うん。だからもう、個人的にはもう、ぶっちゃけ、銀賞受賞とか銅賞受賞？もうこれ多分ダメだと思うね。もう銀銅はもうゴミだと思っていい。と、俺は思う。けど、買ってしまうっていう。ね。まあでも最高金賞だったらまあ、いいですか？今俺が知ったのとして、金賞と最高金賞っていうのが違うらしいです。結局。二つあるらしいです。つまり金賞よか最高金賞っていうの方がいいらしいです。で、ちなみにプレミアムモルツは最高金賞らしいんで、まあ割と金賞よかまあ、うん。まあ、ちょっと一回り上なんじゃねっていう。ただし、どういう受賞の、その、あれなのかっていうのが、その、いわゆる、審査どういう方法で審査されてるのかっていうのは不明な。怪しすぎるだろ。怪しすぎるだろ。しかも、どこの団体だよ、お前って。ねえ。怪しいなぁ。しかも世界的には無名らしいですか？モンドセレクション。まあ、とりあえず金賞とか、最高金賞受賞してれば、まあ、はいはい、はい、ぐらいの。だから、結局あれですよ。俺前も言ったけどね。
これは、値段が88円でしょ？しかもコンビニで88円ですから、普通のスーパーだったら、やっぱ78円ぐらいで売られると思うんですよ。ね。で、安いからまずい。とかではなくね。もしくは、プレミアムモルツみたいに高い上に、さらに最高金賞を受賞してるからうまいではなく、やっぱり結局のところ自分の舌を信用するしかないわけですよね。というか信用するしかないわけじゃなくて、信用した方がいいとは俺思うんですけど、一般的には、やはり、ね。もうむしろ俺の場合疑いますからね。逆に。逆パターンでいきます。逆パターンでもいかないんだけど、くっそ安くっても、まだ希望があるな、と思えるかどうかです。だから第三のビールなんでまずいと勝手に固定観念がある人間がね、第三のビールを飲んでも絶対に、まずいと、一蹴りされて、終わりなんですよ。うん。これ俺前も言ったけどな、こういうことは。結局ね、そういうことですよ。何でもかんでもね、値段が1万円とか、ビール一缶1万円とかで、だったとしましょう。絶対うまいっていう、勝手な、ね、勝手な思い込みですよ。すべて思い込み。それでね、うまいわーとか言う人間はマジでクソかと。頭おかしいんじゃうかと思いますね。実は中身はもうゴミみたいな。ゴミクズの、ね、衛生管理の、うじが湧いてるようなレベルでもです。ね。結局、そういうことです。あれ見ました？1月1日だか1月2日に、ね。テレビ番組である、なんだ、芸能人格付けチェックとかっていうのあるんですよ。あれは非常に面白くてですね。どっちかが、まあ、安めのワインとか、どっちかがクソ高い100万ぐらいのワインとか、で、どっちがうまいですかっていうか、どっちがこれですかって、どっちが高いやつかっていうのを当てるやつなんだけど、それでね、面白いようにね、例えば、超高級ズワイガニとかにと、そこら辺で取れた、違う、そこら辺で取れた、まあ、あれか、ザリガニとかね。ね。ズワイガニとザリガニ。さあ、どっちがどっちでしょうっていう、やつなんですけど。すっごい思うほか、異常なほどザリガニを選ぶ人が多いんですよ。ということはどういうことか。ね。そういうところで、やっぱり、いかにね、自分の思い込みと見た目と、何かに判断されるかっていうことです。少なくともこの値段で、これが78円。88円。とかでね。まあ、それなりの美味しさですからね。まあ、俺はまあ、評価しますけど。うん。ちなみに前回飲んだこれ。はい。ね。これ見てください。ここにね、限定醸造とか書いてあるでしょ？で、しかもチョントリーでしょ？サントリー。俺あんまサントリー好きじゃないんですけど。まあ、サントリー好きじゃないって言っても、まあ、あんまり、そこら辺はまあ、あれですけどね。別に、嫌いだけど、まあ、そこら辺はちょっと評価には、まあ、加えませんけどね。うん。で、北米産ビターホップ 100% とか、抜かすでしょ？で、さらに天然水仕込みとか抜かすわけだ。
ね。これがちなみにこれ三つ星付けなんですけども。前回の動画。ね。なんでもかんでもさ、こうやってさ、限定醸造とかさ。バカじゃないの？マジで。逆になんか無視図が走ってなんか、俺悪い評価つけるぞって。マジで。まあ俺が無名のね、人間だからいいけども。うん。本当に。俺が無名の人間だからいいけど、そこら辺のね、一般人、酒好きなただの一般人だからいいけど。ね、これ三つ星つけましたけど。ちなみに生ビールです。でもやっぱ値段が値段ですからね。値段278円。まあ、これ 500ml ですから、普通の200円ぐらいですかね。240円するわけですよ。350だったらね。200円ぐらいか。210円ぐらいか。でもこれは78円と、しっかりこう、うん。ね、88円。コンビニで88円ですか。破格ですよ。はっきり言って。うん。で、ということで、さらに、まあ、あんまり信用しませんけど、なんだっけ？さっき言った、うんちゃらかんちゃらの金賞受賞？だが、なんとか言うとるけど、ね？あれ何賞受賞したんだっけ？金賞だっけ？ 3 年連続、違う。これ違うわ。これのブラックは違うんだ。このブラックじゃない方だ。3年連続金賞受賞したのは。ああ。これは多分何も受賞してないっぽいですね。うん。まあでも少なくともこれで3年連続モンドセレクトの金賞受賞してました。としてさらに値段が78円。ね？あれと。ってなりません？やっぱり。結局のところ、まあ、どれが正解かは知りませんけども、少なくとも、まあ、モンドセレクション金賞を受賞してるってことはだ。少なくとも、まあ、割かし安心できる、まあ、味は別としても、安心原材料とかに関しては割と安心できるわけだ。ね。まあ、これみたいにね、歌い文句でね、限定醸造とか抜かすクズよかは、まあ、マシなわけだ。と考えるとだ。まだこっちの方が、やっぱり、評価的な意味では、ね。まあ味もそうだけど。うまいですよ。全然。いや、うまいって言ってもね。確かに生ビールかはうまくないけども。だけど値段が値段だし。値段とかもすべて考慮しての話です。うん。俺が言いたいのは。うん。コクはまあ普通。甘みは若干あり。香り。まあ普通ぐらいか。うん。まあ別に持ち上げはしませんけど。少なくとも、前回飲んだやつとおすすめ度は変わんないです。生ビールと第三のビールの違いなのに。そこですよ。うん。3333です。はい。すべては、まあ、安心度とかも確かにあるんですけどね。でもやっぱり逆にこうね、はい、限定醸造とか言って書いてあって、ね、ここにブワーっと書いてるわけですよ。限定の、ね、今日締めくくるコクと苦味とか、北米産ビターホップ 100% とかね、天然水仕込みとか、ね、これだけでも4つ書いてあるんですよ。いわゆる購買欲を煽るようなやり方の、これ、よかは、こっち、はい。ドイツ産ファインホップ使用。としか書いてないんですよ。ね。
あと特に購買意欲を煽るような文句は一切ないですね。うん、ないです。俺が購買意欲を駆られるようなものはまずないです。ドイツ産ファインホップ使用のみ。ここに書いてるけど。これだけ。ね？しかも使用ですよ。100% 使用とかじゃなく、ちゃんと使用って書いてあるんです。ね？これだけだったら、ま、100% 使用とは思わないでしょ。普通の人は。あ、ファインホップ使用、あ、まあ、ちょっと使用してるんですね、って。でしょ？もう全然、購買意欲なんで、クソみたいなもんです。死ねと。もうさすがチョントリー。さすが、サントリーの会社の誰だ。社長は、チョンジンだけ違うわ。チョンジンだけあるわ、と。チョンジンは死ねと。いう感じですけどね。はい。三つ星です。まあ別に悪くないでしょ。値段的な意味で。別にこれを買って、うわぁ、損したっていう人はまあいないですね。多分。値段、コンビニで88円だから、まあ、スーパーで買えば78円ぐらいで買える、物ですから。こんなもんでしょ。しかもこれで黒ビールで、これほどのコクが、まあ、これほどのコクはっていうか、まあ、それなりのコクがあるし、これちょっと、コク四つ星だ。これ四つ星だ。コク四つ星にしておきます。これほどのコクがあればね、十分です。うん。十分十分。ということでご視聴ありがとうございました。